ものすごいいっぱい爆弾詰めるもん。84年のゴジラの、まあ、場面ですけど、その銀座の新幹線のところを襲う場面ですけど、今回もあったでしょ、新幹線当然ないけど、全く同じ場所を襲う、これはもうゴジラ映画のお約束なんですよ。なるほどな。そこでもまた安心できるわけ。なるほど、なるほど、なるほど。で、実はほら、あの新ゴジラってここがないんですよね、ここがあの、ね、無人新幹線爆弾とか無人幹線在来線爆弾、ね、僕は、ね、あの無人在来線爆弾好きなんですよ。僕たちがあの毎日こうもみくちゃになって通ってる通勤電車がこのゴジラと差し違えてるっていうのが日本そのものがゴジラ戦ってるっていう感じがして、僕あれはすごいです。いやでもあれ新幹線爆弾も含めて効きますよね、結構ものすごいいっぱい爆弾詰めるもん。架線が生きてるのかどうかよく分かんない一緒に復旧させたんですよ、やっぱり。ディーゼル線ならまだ分かるんだよ途中でも勢いつけてシャーっていかせるんじゃないですか、長電車ぐらいかな、ビャーンとやってやれば。